送信するメールを用意して送信ボタンの右のその他の送信オプションをクリック、送信日時を設定をクリック、日付と時刻を選択をクリック、送信したい日時を設定、送信日時を設定をクリック。これでメールの送信が予約されました。予定配信するメールは左ツールバーの予定の中に収められています。送信前であれば送信をキャンセルすることができます。キャンセルしたメールは下書きに移動されます。超絶簡単です。